チャック・イスラエルは作曲家、編曲家、ベーシストであり、ビル・エヴァン・ストリオにおける活動で最もよく知られている。また、ビリー・ホリデー、ベニー・グッドマン、コールマン・ホーキンス、スタン・ゲッツ、ハービー・ハンコック、JJ ・ジョンソン、ジョン・コルトレーン、ジュディ・コリンズとも仕事をしてきた。ニューヨークで生まれたチャック・イスラエルは10歳の時にオハイオ州クリーブランドに移住した。 音楽一家に育った。彼のママ父であるモルデカイ・バウマンは作曲家のハンス・アイスラーと組んで活動した歌手であった。彼はイスラエルの母親であるアーマ・コマンデーと一緒に音楽が日常生活の一部であるような家庭環境を作り上げた。ポール・ロブスン、ピート・シーガー、ザ・ウィー・バーズはバウマン家の訪問者となった。百四十八年、両親がプロデュースした。 コンサートシリーズにルイ・アームストロングのオールスターズが登場したことでジャズミュージシャンと出会い話を聞くことができる最初の機会が与えられた大学でイスラエルはビリー・ホリデーと共演する機会を持った大学卒業後の彼の最初のプロとしての仕事はパリのピアニストバド・パウエルと働くことだったプロになってから最初の録音はジョン・コルトレーン、セシル・テイラー、ケニード・ハム ルイス・ヘイズとのコルトレンタイムであった。レコーディングではダブルクラッチングの作曲によって作曲家としてのイスラエルを披露した。イスラエルは1961年から1966年までビル・エヴァンストリオによって、また1973年から1981年までナショナルジャズ・アンサンブルの監督としてのジャズレパートリーによって最もよく知られている。 1985年には、クロノスクアルテッドや、ローズマリー・クルーニーとレコーディングを行った。2010年まで、ワシントン・シューベリンガムにある西ワシントン大学のジャズ研究部長を務めた。2011年に、チャック・イスラエル・ジャズ・オーケストラを作成し、2013年に、セカンド・ウィンド・エイトリビュート・ツー・ザ・ミュージック・オブ・ビル・エバンズを録音した。1965年に、 BBC のジャズ番組、ジャズ625のプレゼンターを務めたハンフリー・リトルトーンは、イスラエルがダブルベースをギターのように簡単に扱える素晴らしいテクニシャンだ。ミュージシャンたちがビル・エヴァン・ストリオのパフォーマンスから聞くことができる、興奮と絶望の間にある、落ち着いたムードによって動揺している理由の一つは、チャック・イスラエルの存在なのですと語った。 パティ・ウォースティン・ゲリー・バートン・セシル・テイラー・ローズ・マリー、クルーニー・エリック・ドルフィー・ビル・エヴァンス・ジュギ・コリンズドン、フリード・マン・スタン・ゲッツ・ハンプトン・ホーズ・ハービー・ハンコック、ポール、ホーム・ジェイ・ジェイ・ジョンソン・ポール・ウィンター・ジョージ・ラッセル・コールマン、ホーキンス・アンド、クラーク・テリー・デーブ・パイク・ガボール・ザボ、フィービス・ノー・クロノ・スクアルテット・ニー・ナ・シモン・ハーブ・エリース、バリー・ハリス・ジョン・メイヤー・デーブ・バン・ロンク、ありがとうございます。